はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。錬成百式スライム編ダークキングをフルオートで一旦攻略、やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、ウォークモードにして早速ダークキングの方、討伐、戦い始めました。でですね、はい、助っ人さんなんですけれど、はい、オーロラの杖をお持ちの方にお願いをしました。はい、まあ、一旦攻略といってもですね、結構運が関わってくると思います。私、オーロラの杖なしでのね、一旦攻略チャレンジしていきたいと思います。まあ、全員ね、大魔導士にしております。大魔導士4人のパーティーですね。はい、全員レベル55、カンストしておりますということで、はい。ちょっと、もしかしたらね、一旦攻略うまくいかないかもしれません。はい、どうでしょうか。はい。まあ、助っ人さんありでですね、なんとか攻略の方をすることができました。はい。一人残してましたね。ウロボロスの杖持ってる大魔導士の行動なしで。はい。まあ、それを見るとね、オーロラの杖本当に強いなと思います。はい。このね、錬成百式でのね、接待武器になっているとは思います。ということで、はい。ではですね、まあ、ちょっと、ね、助っ人さんの活躍もあったりですね、大魔導士の、なんつうのかね、連続呪文は今回なかったかもしれませんが、はい、山彦など、まあ、運要素もちょっと関わってくるんですけれど、とりあえず、一旦攻略ができました。ということで、ちょっとね、パーティー紹介の方をしていきたいと思います。全員ですね、レベル55の大魔導士になっております。で、一人目が地獄の魔境ですね。で、攻撃魔力が1315をですね、素早さ984です。で、二人目、大魔導士がですね、はい、天魔王の杖持ってて、攻撃魔力が1243で、素早さ886。で、三人目がですね、はい、大魔導士、攻撃魔力1189で、まあ、素早さが765ということで、こいつが一番後ろ、あと、最後に攻撃するようにしておりますね。最後、残ったやつにメドロワーを打てるようにしております。で、4人目がですね、はい、大魔導士、攻撃魔力1308で、素早さが873と、まあ、なっております。ということで、装備なんですけれど、はい、地獄の魔境ですね、はい、ギラグレードが打てます。はい、次がですね、天魔王の杖持ってる、大魔導士ですね。天魔王の杖は2凸ですね。はい。はい。で、3人目、ですね、ウロボロスの杖ですね。はい。まあ、一応こいつにですね、グレンの流玉っていうんですかね。まあ、このミッションのね、ダークキング出るためにはですね、これつけておかないといけないので、とりあえずつけております。まあ、ウロボロスの杖なんでですね。まあまあ、とりあえず、はい。で、4人目がですね、はい、大魔導士、霊獣の杖の1凸ですね。こちら、回4まで、錬成の方はしております。ということで、ギガデイン回もね、打つことができます。はい。ということで、デイン属性のね、呪文ダメージアップの、まあ、装備をしております。ということで、心構成なんですけれど、はい。最初のね、大魔導士がです。スロットマジン、ゲマ、エビルプリースト、ミストバーンで、ギラのね、S神事ですね。こちらはスライム特攻持ちのやつですね。で、二つ目がですね、素早さプラス40。はい。で、二人目ですね。はい。はい、天魔王の杖持ちの、はい、大魔導士なんですけれど、雲の大王、闇の覇者竜王、地獄の使い、二軸弱で、ドルマのね、S 神獣なんですけれど、はい、スライム特攻をついております。で、スライムの S 神獣なんですけど、こちらはガード率プラス 3% か。はい、で、3人目ですね、ウロボロスの杖持ってるやつですね。ミストバーン、ミズデーモン、マスタードラゴン、ジャ、で、覚醒のやつですね。あとはエビルプリースト。で、まあ、一応こいつがですね、一番最後に報道するということで、まあまあ、というわけでもないんですけど、まあ、水デーモンで、まあ、回復をできるようにしております。水デーモンね、ベホイミ持っておりますので、まあ、ベホイミ持ちで、まあ、回復魔力一番、あ、失礼、攻撃魔力がね、43とは大したことないんですけど、ベホイミ持ってるやつで攻撃魔力一番高いのはこいつだったかなとは思います。はい。で、メラとキャドの S 神事ですね。メラの方は素早さプラス40で、こちらは、キャドの S 神事が、ちょっとこれよりはですね、すいません。ちょっと自分の中でメラのね、S 神事なんですけれど、はい、暴走率アップが、
ちょっとなんか九州の真珠もありますね。はい。近畿の S 真珠の時、メラ属性ダメージプラス、あ、20か。はい。こんなのあるんですね。はい。はい。魔力の暴走率真珠があったので、ちょっと、こっちの方が良かったかなと思います。というのも、ね、素早さ、あえて素早さプラス40してしまうとね、ちょっと先に行動する可能性もありますので、ということですね。はい。まあ、今、変えました。で、最後ですね。4人目の、大魔導士、ミストバーン大魔人で、大神官ハーゴンで二軸弱ですね。まあデインのね、まあデイン属性の攻撃力アップのためにまあ二軸弱であったり、あと大魔人の心新しくね実装された強敵ですね。こちらデミン呪文ダメージプラス 5% あります。はい。あとはデインの S 神事ですね。こちらガード率プラス 3%。あとスライムの S 神事ですね。ガード率プラス 3% と、なっております。で、心道なんですけれど、まあ基本的にはほぼ左ですね。はい。ほぼ左。上から二つ目、上から三つ目除いて、ほぼ、あ、ちょっと、こっちはですね、はい。心道一番下ついてなかったですね。今気づきましたね。ということで、まあちょっとここはね、ついてなかったの、今気づきました。ちょっと損してますね。山彦の可能性がね、ちょっと下がりますので。はい、こっちもそうかな。はい。3人目もそうですね。はい。上から3つ目のところが、まあ、MP 消費稀に、ね、消費量が2分の1になるところは右にしております。そこ以外はね、すべて。4人目も同じようにですね。はい。ということで、まあ、今初めてですね、2人目の大魔導士がですね、こちら、一番下のところついていないのが分かりましたということなんですけど、まあ、とりあえずね、こんな感じです。ということで、まあ、ちょっと運も、関わってくるんですけれど、はい、大魔導士4人ね、オーロラの杖なくても、はい、攻略はできますよと、一旦攻略はできますよということで、まあちょっとうまくいかない例とかもね、お見せした方がいいかもしれないので、ちょっとね、やってみようと思います。はい、多分ね、助っ人が来ない可能性がありますね、これだと。はい、来ないですね、はい。どうでしょう。スケットないと多分ね、一旦討伐無理だと思います。私のこの戦略だと。オーロラの杖ね、そのためにちょっと欲しいんですけれど。はい。ちょっと山彦も全然しないですよね。はい。はい。というわけで山彦なしでメドローアになっちゃいました。はい。はい。というわけでですね、まぁ、ちょっと、はい、今回はうまくいきませんでしたので、はい。はい、ちょっと逃げようと思います。はい。あ、ちょっと、あ、逃げられないのか。ああ、そうか。あ、ちょっとメダパニで混乱してるやつがね、逃げようとしても無理だったみたいですね。ということで、はい。というわけで、ね、ちょっとせっかくね、オーロラの杖をお持ちの助っ人さんがおりますので、もうちょっとね、ちょっとこの助っ人さんを活用したいところなんですけれど、どうでしょうか、ということで。はい。ちょっともう一回ぐらいね、やっておきましょう。ちょっと一旦カジノの方に入っていってですね。で、カジノから戻ると、はい、ダークキングがね、また出ておりますので、はい。というわけで、まあちょっとね、助っ人さんが確実に入るわけじゃないんですけれど、とりあえずもう一回、やっていきましょう。ということで、はい、では行きましょう。ダークキングですね。ちょっとスケットさんが来てほしいんですけど、どうでしょうか。スケットさんは来ないか。スケットさん来ないとね、はい。まあ、無理ですね。この戦略だと。はい。よっぽど、ね、山彦がしまく、山彦とか連続呪文ね、出まくったら、はい。一旦攻略できますけれど、はい。スケットさんも来ないし、山彦も来ないということで、はい。これは無理ですね。はい。はい。というわけで、なかなかね、うまくいかないですね。ということで、ちょっと次は、はい、助っ人さんを新たに設定して、確実に助っ人さんがですね、戦闘に加わるようにします。はい。助っ人さん設定した次のね、その直後の、まあ、戦いというのはですね、確実に助っ人さんがね、戦闘に加わってくれますので、フィールドの、ね、フィールド上でのモンスター、普通のモンスターと戦うときには、ということで、ちょっとね、スケットさん、オーロラの杖をお持ちのスケットさんってすごい貴重なんですけれど、貴重で、おられないです。ちょっと他の方は呪文じゃないですよね。呪文の、
お持ちの助っ人さんがおられなくて、ということで、まあ、ちょっとね、百獣の暗黒弁にしましょう。まあ、今回のね、なんですか、今回の錬成百式はですね、スライム編は呪文討伐がですね、一番いいんですよね。ダメージが乗りやすくなっております。呪文が接待されております。で、まあ、あとね、ジバリア属性も接待されておりますということで、はい。オーロラの杖がね、すごい接待されているわけなので、まあ、ちょっと私もオーロラの杖をですね、まあ、引いていきたいと思いますが、まあ、ちょっとガチャ動画はまた後でということで、はい。ではですね、最後にしましょう。はい。はい。というわけで、ダークキング行きましょう。助っ人さんありでも、かなり、ちょっとね、メタル、キングスライムだとかなり厳しいかもしれないですね。はい。助っ人さんはね、こうやって入ってくれるんですけれど、はい。ちょっと、山彦をしまくらないと、キングスライムの時は無理だと思います。はい。まあ、山彦しなかったですね。この、天地邪法でですね、山彦してほしいんですけど、あー、しなかったか。はい。ギガデインでも、山彦。お、ギガデインは山彦しましたか。はい。まあでも、ちょっとこれだと無理かな。メドローアで山彦してくれると、もしかしたら望みがあるかなと思ったんですけれど、はい、しなかったですね。ということで、はい。というわけで、まぁ、ちょっと惜しかったですけれど、ね、一旦で討伐できませんでしたので、まぁ、逃げることにしましょう。はい。あ、なんか、これ、討伐してしまう可能性ありますね。はい。まぁ、討伐しなかったか。はい。まぁ、よかったよかった。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、惜しかったですけれど、はい、一旦討伐はならなかったので逃げることにしました。まあ、最初の戦いはですね、はい、まあ、運よくね、一旦討伐できましたけれど、ということで、まあ、ということで、まあ、フルオートでですね、まあ、やっていきたいと思っておりますので、まあ、この後ですね、まあ、ちょっといつになるかわかりませんが、オーロラの杖は、狙っていきたいと思っております。というわけで、ちょっとね、参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。はい、そんな感じで今回オーロラを止めます。ではまた、おつ！